ちゃん、今日は練習はお休み？はい。なので今日はゆっくり散歩したりショッピングをしようかなって思ってて、そしたらちょっと前のことを思い出して、なんとなくここに来ちゃったんです。ここって、ほら、あの日マリナさんとも会いましたよね。笑顔パトロール隊としてゴミ拾いした場所です。あ、そうだったね。あの日はいろいろとありがとうね。いきなりライブにも出てもらっちゃって。いえ、とっても楽しい一日でした。こちらこそありがとうございます。けどハロハピのみんなのおかげで今でもゴミ一つ落ちてないよ。みんなの意識が変わったのかもね。ありがとうございます。ゴミ拾いをやるって最初に聞いた時、すごく素敵なことだなって思ったんです。ただいざ実際にやるとなると、最初は周りの目が気になってちょっと恥ずかしくて、でもだんだん綺麗になっていくのを見ていたら自然と楽しくなってきたんです。きっと周りで見てた人たちも同じ気持ちだったと思うよ。もしそうなら本当に嬉しいな。心ちゃんに引っ張られて始めたことだけど、やっぱりやってよかったって思ってます。おかげでまた一つ素敵な思い出が増えました。実はこの駅前って、私が初めて心ちゃんと会って路上ライブをした場所でもあるんです。じゃあここがハロハピの始まりの場所ってことだね。路上ライブって言っても、心ちゃんの歌に私がリズムを合わせただけなんですけど、あの時は本当に消えてしまいたいほど恥ずかしかったんですけど、断ったり逃げ出したりする勇気もなくて。心ちゃんのパワーに引っ張られたって感じかな。ですね。それで気づいたら一緒にライブをしていたんです。でもそうですね、改めて思うと、その時からずっと私は心ちゃんのパワーに助けられてるんですよね。あの時の路上ライブも今回のパトロールもやれてよかったって本当に思うんです。どちらも私一人じゃ絶対にできなかったことですから。初めて会った時から勇気の足りない私に心ちゃんは勇気をくれました。不安な気持ちもどこかに吹き飛ばしてくれたんです。そっか、カノンちゃんにとって心ちゃんは自分を変えてくれた人なんだね。はい、信じてついていけばきっと何かが変わる、そう信じさせてくれる年下なのに本当に不思議な存在ですよね。それわかるな。心ちゃんって不思議な魅力がいっぱいで、すっごく惹かれちゃうよね。心ちゃんみたいにはなれないけど、心ちゃんを見習ってもっと前向きになりたいなって。それで未知の世界を恐れないで信じられるようになれたらいいなって思うんです。うんうん、カノンちゃんがそうなれるように私たちも応援するよ。とっても心強いです。あ、そういえばマリナさんも笑顔パトロール隊のメンバーでしたもんね。